みなさん、b o n j o トシ都市化キューバーです。今週水曜日13日にアメリカの CPI、インフレ率が公表されます。どんな予想のか見ていきたいと思います。まず上の方、インフレ率全体的に、そご、CPI の推移なんですけども、先月ですね、 3.2%になって、で、今回はどの予想なのかといったら、残念ながらインフルはまた上がってしまうという予想にはなっています。今回は、 総合 CPI は3.6%になって、つまり2ヶ月連続で上昇してしまっている。つまりインフレは成長してしまえないかと懸念する人は多くなっていますので、今後もどうなっていくのか、だいぶ注目すべきかなと思います。ただ、その余因に通して、やっぱり原油価格、つまりエネルギーが高騰してしまっているので、このインフレは全体的に上がっているんですけれども、この食品とエネルギーを除く、コア CPI を見るとちょっと違う話になるかなと思います。 これですけども、先月の4.7%から一応、今回は4.3%に減少していく。つまり、1,2,3,4,5ヶ月連続でコし CPI が減少していく。という予想にはなっているんですけども、やっぱりね、もうインフレ全体的に上がってしまうと、FRB も目指している2%のためにいかないで、ちょっと苦しくなるかなと思います。それによっても、 おそらく株価もだいぶ動けてしまいますので注目しておきたいと思います。で、これはまあインフレの話なんですけども、じゃあそもそも、まあ当たり前の話なんですけども、データで示した方がいいかなと思いますので紹介したいと思います。株価にとってはインフレが上がった,上がったらいいのか、下がった方がいいのかといったらもちろん、まあ、下がった方がいいよね。で、それを見れるのはこれですね。S&P のリターンなんですけども、インフレは 前年と比べて増加した場合のリターン。で、右側はインフレは前年比で減少した場合のリターンなんですけども、ここ、マイナスになったのはここですね。増加した場合は結構マイナスになった時は多くて、全体的な平均としてリターンは6%にはなっています。まあ普通に、ね、アメリカ株は年利10%って言われていますんで、それより以下というところなんであまり インフレが上がるのはあまり良くないということは分かると思います。ただ一方の方でインフレは減少していくときには、やっぱりこのマイナスになっている可能性がもうだいぶ半分ぐらいになっていますし、で、全体的にもう少しリターンが高くなっていますので、そのインフレが前年比で減少した場合の平均リターンはもう12%、つまり増加した場合のもう倍のリターンになっていますので、もちろん株価にとってはインフレが 低いほどリタータンが高いところになってますんで、まあ当たり前ですけどもデータとしてみた方がいいかなと思いましたので紹介した次第です。で、じゃあインフレはこうなっていくんですけども、他に注目されているのはやっぱり企業自体の業績、利益もどうなっていくかなんですけども、こちらです。こちらは S&B の1年間の EPS、1株当たり利益の要素の推移なんですけども、まず下の線は 今年、2013年の要素、EPS の要素。で、上の方は、来年、2014年の EPS の要素の推移なんですけども、まあ、両方ともずっと減少していたんですけども、一応ね、まあ、3月に入ってから、ほぼほぼ安定してきたところにはなっているかなと思います。で、こうもう結構だいぶ安定してきたところで、もちろん、今年よりは、来年の方が、 ちょっとリターンが高くなっていく。利益も上がっていくという予想になっていますけれども、どのくらいかというと、今年と比べて来年は一応12%増加の要素にはなっていますので、まあ、ある程度、このアメリカ株の利益も様子安定してきましたし、そこそこ来年は期待できるということになっていますけれども、もちろん、それ以外の、まあ、影響がないのか。インフルはちゃんと収まるのか。で、FM の金利はどうなっていくのか。 来年はちゃんと利下げするのか。まあ、いろんな要素があって、もちろんこの要素もいろいろ変わっていくんですけども、今のところもだいぶ安定してきた。もうほぼほぼ半年間でずっと安定していますんで、できればね、今後はちょっと上がってほしいかなと思います。で、もちろんその中でアメリカでは強いのは、まあ、ハイテク株ですね。これは世界中のファウンドのフロー、つまりお金がどんなセクターに入っているのかを示すチャートなんですけども、 まあ、ほぼほぼ一年間で、まあ変わらず。なのか、まあ特に一番下がっているのは、まあエネルギーですね。もうこれみんな売ってるんですね。エネルギーセクーター、ここの緑の線ですけども、ずっとみんな売ってるんですけども、唯一ずっと上がっているのは、この黄色い線ですね。テクノロジー、情報技術ですね。このセクーターはやっぱり強い。特に今年の3月くらいからずっと上がっていて、まあここですね。 もちろんアップルとか特に n ビ a 関係の情報技術セクターは強いところにはなっています。なんでもう今後も今のところはハイテクバも圧倒的に強いところになっていますんで、もちろんこの要因として AI ですね。AI は本物だったらもうこれからも期待できますけども、AI は大人のトレンド、マークも別にもういらないということになってしまったらもう急に下がってしまいますんで、ちょっと株価はだいぶ痛い目に遭うかもしれないですけども、今のところもだいぶ期待できるかなと思います。 で、もちろんこのバリエーションが高いのは高いんですけども、じゃあどこで高いのか、もう少し他の地域と比較したいんですけども、これは要素 PR の範囲ですね。最大の今の PR と全体の範囲と中央値がありますけども、例えば、この PR 全体は日本だと、ま、4.5の PR になっていて、例えば、ま、先進国だと10.8とか、 にもありますけども、全体的に16.2とかありますけども、あとはもうアメリカ株全体的に16.9。まあ、そこそこ高いですね。日本と比べて。で、ただ、それにもっと高いのはここですね。US Tech つまりアメリカのハイテク株はどこが高いかというと、17.5にはなっていますね。しかもレンジはここなんですけども、それをずっと上回っていますし、このこれ、10%から90%の 範囲ですね。それをもうさらに超えていて、もう圧倒的に高い状況にはなっています。もうほぼほぼ、うん、ば、まあ、倍じゃない、倍近いですね。日本と比べて倍の予想 PR になっているんですけれども、どう見ても今のハイテク株はもうバリエーションが非常に高いのは高いです。ただもちろんこの利益、つまり EPS の要素も圧倒的に高いんで、 それに対して、じゃあこのバリュエーションがだとなのか、それのところかなと思います。もちろんこれからもずっと成長していて、利益もバンバン上がっていて、カシフロはまずちゃんと生まれるんだったら、別に今の高いバリュエーションでもだとかなと言えると思うんですけども、じゃあ今後は成長せず、利益も上がらず、減速していくんだったら、もうこれは単純にもう詐欺です。なんでもうちゃんと今年と今後のとこに、特に 今年、来年、再来年の利益をちゃんと見てどうなるか。これ次第でこの PR も変わっていくんで、まあ引き続き注目すべきかなと思いますね。で、最後なんですけども、テスラはやっぱりバリエーションが高いですね。これはテスラとその他の自動車メーカーの総合系の比較なんですけども、左側はもう時価総額の比較で、右側は売上の比較なんですけども、テスラと、あとはもうトヨタ、 BYD、ポルシェ、メルセデス、BMW、ボルクスバーゲン、ホンダ、フェラーリ、セランティス、GM、ニッサンとルノーの12社の合計とテスラを比較すると自価総額はもう一緒です。つまり12社を足しても1社と同じの自価総額価値にはなっています。もう自動車メーカーの中にもテスラも圧倒的にもうダウントツ一1位にはなっています。で、じゃあそれは妥当なのかというところなんですけども 売上だけで見るとちょっと違う話にはなってしまいますね。同じようにこの12社の売上の総合計なんですけども、テスラはそこですね。ここしかないんですね。まあたいルーノーぐらいと日産ぐらいかな。日産と同じぐらいで、まあトヨタのまあ半分以下。で、ボルスバゲンのも半分以下しかないのになぜかバリュエーションがもう圧倒的に高い。じゃあそれも今のバリュエーションに 将来の成長はどこまで反映されるのか次第でま、変わりますけども今のところもだいぶテスラは他のメーカーと比べて圧倒的に期待されているところにはなっていますけどもじゃあ今後になっていくのかこれも引き続き落ちすべきかなと思いますではこれで終わりしたいと思います皆さんご視聴ありがとうございましたこの動画は良かったと思っている方はぜひいいねボタンを押していただければ大変助かりますまたぜひチャンネル登録もよろしくお願いします あとはツイッターもやっていますので、ぜひフォローお願いします。リンクは画面に貼っていますので、ここに出たらと思います。最後に皆さんから何か説明してほしいのがありましたら、ぜひその方にコメントしていたらと思います。コメントにからしてとますので、何でも言ってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回で。